ファラフィーナは1978年に結成されたブルキナファソの音楽とダンスのグループである。8人のメンバーからなるグループはブルキナファソで最も有名な音楽グループであり、アフリカで最も国際的に著名な音楽グループの一つとなっている。ファラフィーナはセヌフォ族というグループのメンバーであり、ブルキナファソ国立バレエ団のパフォーマーであるバラ本奏者のマハマコナテによって、 ボボディウラスソ南部の都市で結成された。このグループは、コエト、バラフォン、コラ、ジャンベ、バラ、タマ、ドゥムドゥム、シェケレ、キーボードなどの楽器を使用している。グループは国際的なツアーを行った。1985年には、モントルージャズフェスティバルで演奏し、1988年には、ロンドンのウェンブリースタジアムで開催された。 ネルソン・マンデラの誕生日パーティーで7万2000人の聴衆のために演奏した。1993年にはアメリカとカナダをツアーし、それ以来ヨーロッパ、カナダ、そしてアメリカで演奏してきた。ファラフィーナは1999年にベルリンの世界文化の家10周年を祝って演奏したグループの一つであった。同年グループは シンガポールのウォーマットフェスティバルでも演奏した。坂本隆一、ジョン・ハッセル、ローリング・ストーンズと共にレコーディングやコラボレーションを行ってきた。2018年に日本とスウェーデンをツアーするべく準備をしていた。ありがとうございます。